No Goblin。はい、今回は、Xbox One の海外ストアで好評配信中の ID at Xbox タイトルラウンドアバウトの紹介をしたいと思います。 Hi there、Geo Regio Manus。 主人公は、彼女ジョージオマヌス、リムジンドライバーなんですけれども、一つ変わっているのは常に回転させながら、リムジンを運転しているということ。うまく、障害物を避けながら乗客を目的地まで運んでいくことになります。道も大変狭くて、障害物もいろいろ配置されているのでぶつからずにすり抜けるというのは難しいんですけれども、スローモーションになる能力をうまく使って進んでいくことになります。あまりぶつかりまくっていると爆発してチェックポイントからやり直しになります。まあ、チェックポイントも細かく用意されていますし、すぐに復活して再開できますので、あまりストレスなく楽しめるのかなと思います。うまくタイミングを見計らって、アップグレードの能力も使わず吸い抜けられると爽快だなと思いますね。ラウンドアバウトを車がぐるぐる回っているのもタイミングを見計らってスローモーションに能力を使いながらマックスに抜けていくと、そうやってゴールを目指してことになります。先ほどのスローモーションになる以外にも条件を満たせば様々なアップグレードが解禁されます。例えば、音楽を流して通行人を呼び寄せるなんていうアップグレードもあります。他にもお金を貯めたり収集物を集めることで、車の外見を変更したりすることもできるというのもあります。いろんなチャレンジが用意されてたりしますので、まあ英語も難しくないので、こういうゲームが好きな人はぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。